東京合気道会の、主催の岡和田でございます。7月1日2日開催のですね、合気道と日本武道文化祭の、エキシビション、直言流大なぎなた術を、披露してくださいます、矢吹雄二、先生、はい、先生と言ってるあれだね。そうか、はい、そうか、はい、と、小野派一刀流、昨年も見事な演舞といいますか、はい、エキシビションを、見せていただきました。会話先生に、はい、またお越しいただきました。今回はですね、この霊学堂、はい、駒場東大駅近くですね、のところにあります、霊学堂という、その、教会、キリスト教の教会ということで、はい、こちらが実はですね、小野派一刀流の道場、こちらでインタビューさせていただきます。先生方よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。まずなんですけれども、小野派一刀流については、昨年も、海部先生にいろいろとその、方も含めてですね、拝見させていただいたんですけれども、海部先生、今年はどういったことを、そうですね、大雑と小雑とね、はい、演舞してもらってします、はいはい、それで、こちらは鬼ごと持ってきますので、はい、一応ね、アギゾの人に、はい、鬼ごとでね打つ経験をしてもらおうと思ってますので、はい、体験もさせていただけるということで、実は、私ですね昨年小野派一刀流の、セミナーに、はい、参加させていただいて、そこでその鬼ごてとあと小太刀ですね、はいについてはすごく私も勉強になって、私自身はその合気道稽古のところで、いろんなところでこうアイデアとして生かさせていただいてるんですけども、その小太刀についてまた今回フォーカスというか、はい、少し突っ込んで、そうですね、少し合気道と小太刀のね、はい、関係なんかも少しね、はい、説明させていただきたいと思います。はい、今回はですね、皆さん長めにちょっとエキシビションの時間も取ってますので、体験と、海馬先生と、矢吹総監、2人に質問して体験していただけるような時間も作ってまいりますので、ご覧いただければと思います。そしてですね、直言流大なぎなた、大なぎなた術の、エキシビションを、してくださいます、総家の矢吹雄二先生、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願い申し上げます。まずですね、まず、直言流大なぎなた術というもの自体私も、知りませんで、はい、どういったものになるのかという、まず触りを少し、はい、教えていただければと思うんですけれども、はい、直言流はですね、はい、平安時代末期からですね、はい、鎌倉時代、そして、戦国時代ぐらいまで僧兵といいまして、お坊さんの兵隊でお寺の土地を守ったりする、はいはい、僧兵という方々が、はい、力武装のですね方々とか、あと武士たちに広まった、はい、男のなぎなたということで、江戸時代は女性に広まった女性のなぎなた、ちょっと短いやつがあるんですけれども、はい、我々がやっているのは9尺という約3メートルのなぎなたを使って9尺、そうですね、3メートル弱っていうところですね、非常に長い、はいはい、主に有名なのは弁慶と牛若丸義経との戦いですね。そうですね、もう、はい、完全に弁慶のもう大きな武器っていう印象が強い、はいはい、ただそうですね、あれも何て言うんでしょう、大なぎなたっていう印象では実はあんまりみんな知らないのかなと思うので、はいはいはい、それでそういう男を扱うなぎなたということで、はい、ずっと青森県での津軽地方に伝わってたものを、はい、この霊学堂で、はい、ずっとこう伝承してきたということになります。そういった方になりますね。そうですね、先生先ほどおっしゃられたようにですね、なぎなたというととかくその女性が短めというんでしょうか、小ぶりというんでしょうか、はい、なものでやってらっしゃるっていう印象が皆さん非常に強いかなというふうに思うんですけれども、皆さん実際にはですね、私も矢吹先生に、一度ちょっと見せていただいたんですけど、非常に大きいもので、かつそのとても柔らかい動きを、はい、されますよね、大きなもので、はい、非常に重いそのものを持たせていただいたんですけど、こう使われてこう、そうですね、日本の武道で一番、
好きな言葉っていうのはですね、十玉五をせずとか、はい、そういう言葉ありますね、はい、弁慶とか牛若丸族の五条大橋の戦いの伝説で、はい、物語になってますけれども、はい、それが本当のその流れというか、はい、になっていると思います、はい、本当に本当は剛力無双の力強い方がやるのが薙刀なんですけども、はい、その中にも柔らかさ、だから合気道と通じると思うんですが、私も合気道はあまりしてないんですけれども、はい、円運動の動きですね、はい、で一点に集中する、はい、その本当の円運動を利用しながらその一点に力を自分の力をちょっと加えてあげるだけ、はい、いかに力を抜くかというのが一番大事なポイントになりますね、はい、ありがとうございます、これはですね、実際にその当日に皆さんにぜひ私も見ていただきたいというかですね、かなり実はショッキングでした。こんなに重いものをああやって、はい、こんなに柔らかいんだというところがあって、はい、日本の武道の、いろんなジャンルの中で、はい、学び取れるものがですね、合気道で絞り込むのではなくって、はい、こう、武道の中で、こう、知の共有といいますか、はい、いうことを、先生方、おいでいただいてですね、はい、皆さんにこうしていただければと思います。はい、7月2日なんですけど、先生方、本当によろしくお願い申し上げます。楽しみにしてますので、よろしくお願いします。インタビューでした。皆さん、7月2日、ぜひおいでください。お楽しみに。